このメニュー。鬼滅の刃、完結。後藤下小夜春先生、お疲れ様でした。そして名作をありがとうございます。今回は完結記念いうことで、なぜ、鬼滅の刃は完結したか、について考察もとい妄想してみます。家庭の事情説が出てきてるけど、出どころは不明よね。仮に家庭の事情だとしても、それで専念するなら良いことだけどね。で、鬼滅がなんで完結したか、という疑問、逆にあんまり続ける理由がないんだ。鬼滅が良作であるゆえんと照らし合わせると、あそこで終わるしかない。と言いますと、鬼滅がヒットした理由として、あまり取り沙汰されない気がする理由として、主人公、かまど炭治郎の行動原理が明確って書があると思う。つつましく家族と一緒に暮らしてたら、身勝手な鬼、である無惨様によって襲われ、鬼として生き延びた長女、禰豆子以外、皆殺されてしまった。炭治郎の行動原理は一貫して二つだよ。禰豆子を人間に戻す。無惨様による犠牲者が出ないようにする。で、修行したり仲間たちとの出会いや別離を経つつも、禰豆子は人間に戻って、無惨様は地獄に置き去りにしたわけだから。最初に提示された物語が、綺麗に完結してるのよね。無惨様を逃がせば、まあ長期連載はいけたかもしれんけど、あいつ逃がしたら、絶対グダグダになるやろ。第一、無惨様のラスボスのゆえんって、良くも悪くも、はた迷惑、なところだから、強い弱いはあんまり関係ないのよね。劇中で最強キャラ決まってるしね。あと十二気づきという、幹部、キャラが結構早い段階で提示されてて、単体では、柱、よりも戦闘力は高いっていうことは提示できてたしね。最終決戦でも、犠牲者が出たり負傷しながらの撃破だったりしたものね。序盤に提示した枠組みから大きく外れないのが、鬼滅の刃の完成度の高さだと思うんだよ。無惨との最終決戦も、逃がさず、ここで決着をつけるというところを炭治郎たちが重視してたわね。だって無惨様あそこで逃げを押せたら、寿命死するまで逃亡する最強キャラ議論みたいなチキン戦法、平気で取るぞ。確信が持てるだけある意味すごいラスボスだったわね。無惨様との最終決戦は、賛否分かれるようにネットでは見れるけども、僕はみんなで力を合わせてる感じがあって、あれはあれで好き。総力戦だったものね。本家としては名作のまま区切りよく終わって、後は鬼の王のイフとか、最終回での現代編とか、そういうの大事にしていってほしいな。アニメで完結までこぎつけるにしても、下手すれば5年以上かかるわよね。アニプレックスは、なんだかんだで人気ある IP は、最後の方まで付き合ってくれる傾向があるから鬼滅も大丈夫だと思うよ。名作として終わった上でのメディアミックスね。鬼滅はピュアなヒットだと思うから、今後も応援していきたいと思います。煉獄さん外伝と無限列車編も楽しみです。そして、マミ先生の次回作も楽しみね。